ージへご登壇ください。第3回の受賞式ができるということで、大変喜んでいるところでございます。北見る川越ショートフィルム大賞は、川越の地域資源でございます、いろんな風景をバックに映像を撮っていただきまして、大勢の人に見ていただくということで、交流人口を増やしていこうという川越のフィルムコミッションの事業の一環でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ショートフィルム大賞は終わり始まりと、ありがとうございます。川越本当に魅力がいろいろあるところで、その中のそこを選んだということで、そのまま街を描くってところを審査員の方々が評価いただいたっていうことは、ちょっと英断というか勇気というか、非常にリスペクトを申し上げたいと思いました。本当に、この賞をいただきまして、町の方々、出てくれた皆さん、関係者の皆さん、それから観客の皆さんに、感謝をいたしたいと思います。本当に今回はありがとうございました。とてもこうストーリーのテンポが良くて、見ていてあっという間に過ぎてしまったという素晴らしい作品だなと思いました。そしてまた川越の魅力もさらに広げていただけたらなと思います。おめでとうございました。川越の的要素をどのような視点で捉えて、キャラクターやストーリーに、どう反映させているかとこに注目して、審査させていただきました。川越に生きている人を本当に生き生きと言われて、なんかすごいチャーミングさ、すごい見応えのある作品で良かったです。おめでとうございます。川越という街の魅力を引き出しながら、映像作家として監督が目指すものをこう重ね合わせて、こう織物のように織り上げていく、縦糸と横糸のバランスは本当に難しいと思うんですけど、そのアーティチュードの素晴らしさということだと思います。この作品をまた一つのスタートに、次が見えてきたらいいなと思います。おめでとうございます。作家の落とし物、内田監督、東大府の滝山監督にも奨励賞をお送りさせていただきたいと思います。